毛利水軍。毛利水軍は、中世日本の瀬戸内海で活躍した、戦国大名毛利氏直轄の水軍、海賊州である。当初、秋武田市旧神の水軍を中心としたが、勢力を拡大するにつれ、小早川市や大内市の水軍を取り込んで直轄の水軍を編成。後には、野島村上や、来島村上家、因島村上家からなる、村上水軍をも取り込み、 瀬戸内海の覇権を確立した。戦国時代初期の中国地方は、諏王国を本拠とする大内氏と、出雲国を本拠とする天古氏の二大勢力が対立していた。諏王と出雲の間に挟まれた、秋国は、中小規模の国人領主たちが乱立している状態あり、吉田軍山城の毛利氏は、大内川、佐藤銀山城の秋武田氏は、天子川に属していた。しかし、 大英7年、1527年に、毛利元成が有田中入れの戦いで、武田元重に勝利すると、当主を失った、秋武田氏は勢力を大幅に衰退。その後も、しばらくの間は、大内、毛利連合と、天子、秋武田連合の構想が続くが、天文10年、1541年の佐藤銀山城の戦いにより、秋武田氏は滅亡し、 佐藤銀山城の位置する助藤郡、現在の広島市浅南区は、山陽道と瀬戸内海に面した、秋国の流通、経済の中心地であり、助東川、現在の大高橋下流域を指す古障の河口は、秋武田市に属す水軍州の拠点であった。佐藤銀山城には、大内市の常磐として、冷静高豊が入るが、元なりには、佐、 東川川口周辺の川の内、川内、川の内地域が与えられた。これにより、毛利氏は、秋武田氏の水軍州であった福井氏や山形氏、福井元信、山形治む省などを取り込み、不代家臣の小玉成方や飯田義武を川の内、慶語州の省に任じた。これにより、初期の毛利水軍が誕生することとなった。そして、天文12年。 1543年には、元成三男の徳寿丸、後の小早川高景を、同じ秋黒人の竹原小早川氏へ養子として送り込み、続いて天文19年、1550年に高景が沼田小早川氏をも継承すること、小早川家は一本化された。こうして小早川氏が毛利氏と一体化したことで、毛利は小早川水軍、 小早川氏親族の野見氏率いる沼田敬吾州を参家に収め、さらに小早川氏と隕石関係を結んでいた芸与諸島の海賊州村上氏とも関係を持つこととなる。天文20年、1551年、東高房、後の東春方の無反により大内氏当主、大内義隆は自害に追い込まれた大明治の変。元成は毛利直水軍の育成を、 本格化したのは、この頃からと考えられている。そして、当時の謀反を良しとしない吉見氏の挙兵、三本松城の戦いをめぐって、毛利氏と当主の緊張が表面化すると、天文23年、1554年5月に、元成は、大内氏、当主から独立、暴芸引き分け。挙兵した元成は、佐藤銀山城や五福島など、海運や、 水軍の要衝を短期間に掌握した。天文二十四年、五百五十五年十月に、毛利氏と闘氏による五福島の戦いが発生する。毛利軍は闘軍に対して、兵力で大きく劣勢だったが、宮尾城を攻めるために、五福島に上陸していた闘軍を奇襲により、撃滅した。この戦いでの毛利の水軍戦力は、毛利水軍、川の内県五五十から六十層と、 小早川水軍、沼田慶五州六十から七十層とされるが、これに村上水軍の援軍二百から三百層が参戦したと伝わる。この時、親毛利の立場であった、因島村上氏はすでに小早川水軍に組み入れられていたと考えられる。なお、村上水軍は、当時の進める瀬戸内海の朝税権を水軍から取り上げる政策に反発して、毛利氏に加わったとも言われる。 この後、元成は、傍聴計略を開始。大内方の水軍である、秋の白井棒種、ね、ケンタネ親子、スオ長戸の小原隆子と、広中正明、冷泉源法、元光兄弟、海昌茅谷市、八代統計五州の桑原氏、靴屋氏、久賀軍警五州、岩見国では、岩見水軍を率いる増田富士県が基準した。また、村上氏も引き続き毛利氏に協力して、 関門海峡を封鎖、大内氏の滅亡に貢献している。天子春久が急死して、天子氏が不安定になると、元成は天子氏への攻勢を強め、永禄五年1562年には、出雲へ出陣した第二次合算戸田城の戦い。毛利水軍は日本海に出陣して、天子方の沖水軍のなさ日本の挟まと交戦。 また、甘腰の海上輸送ルートを遮断するなど、甘腰の防衛もを、天甘子銃の弱体化を流した。A69 年、1566年に、天子氏当主、天子義久が降伏して、戦国大名天子氏は滅びる。その後、a 6十2年、1569年に、天子氏の維持、天子勝久を当主に掲げた、天子最高軍の三中高生が、 沖水軍の力を借りて、出雲国に乱入した。しかし、毛利元明、天野隆重の奮戦によって、合算と打城は落城せず、吉川元春軍によって、天子最高軍は撃退された、布部山の戦い。この後、天子最高軍に協力した、沖水軍は、毛利氏に降伏し、毛利水軍へと編入された。一方、元成は、大内氏丘陵であった。 博多の権益ダッシュも並行しても論んでいた。北九州の秋月市や高橋市等の諸豪族が次々と毛利市に教授すると、文後の大友総林は大軍を派遣して、毛利軍と対決に及び、毛利水軍は海上輸送の主力として活動し、永禄四年の1561年の美濃島合戦では、海で文後水軍、大友水軍と文字城の戦いや、 立花山城の戦いでは陸に上がり、大友軍と戦い勝利に貢献した。最終的には、元成の病死や、また東方へ進出していた毛利勢力圏が、小田氏と接触し始めたこともあり、北九州からは撤退せざるを得なくなったが、文字上は維持し、関門海峡を両岸から制し続けた。なお、北九州での攻防が続いていた、A62 年。 1569年7月頃より、大友水軍の襲撃が散発しており、10月には、水軍により大内氏一族の大内照弘が、文後から山口に送り込まれて、大内照弘の乱が勃発た。そのためこの時期より、野島村上氏の村上武吉が、大友より調略を受けていた疑いがある。元成り後の元気2年、1571年になると、野島村上氏が、 大友氏、三好氏への接近を図り、毛利氏から離反するという事件が起こった。小早川高景は、因島村上氏の村上義光や来島村上氏の来島道ふさらと協力して、これを討伐、村上武良市は高景に降伏して、再び毛利に侵入する。三人、天古や北九州、大友市での戦いと同じ時期の A60 年、1567年には、 毛利氏の伊予出兵も行われている。伊予国の河野氏を支援することで、大友氏への牽制を狙ったとされるこの出陣も、小早川高景の指揮の下、小早川水軍、津王上の関の水軍州、陰島村上水軍などが伊予に投入された。これにより、小早川氏は、伊予への影響力を高め、来島村上水軍をはじめとする伊予の海賊州を、その支配下に置く成果を収めている。 元成の死後、毛利氏の当主は、毛利輝元となった。ところが、毛利氏の勢力慎重に合わせて、近畿を制圧しかけていた、織田信長の勢力圏が接するようになり、そこに、信長に刑を追われた室町幕府第十五代将軍、足利義明が、貧乏国友城へ転がり込んだため、織田氏との関係が悪化する。また、織田氏が、石山本願寺の権女と対決するに及び、 強固な浄土新衆派として知られる、秋トとの関係もあり、小田氏との対決が決定的なものとなった。天正四年、1576年、毛利氏は石山本願寺への兵糧搬入を計画。摂津国木津川で毛利軍を阻止しようとした、久喜義孝率いる小田水軍、久喜水軍を、毛利水軍は、放落ビアを駆使した攻撃によって滅ぼさせ、兵糧を、 石山本願寺に運び込むことに成功した第一次木津川淵の戦い。しかし、天正六年1578年に再び大規模な兵糧搬入を実施した時には、今度は小田水軍が鉄鋼船を用意していたため、毛利水軍は激戦の末に退却した第二次木津川淵の戦い。この敗戦により、石山本願寺への兵糧や武器の搬入は滞るようになり、 石山本願寺の式は低下。二年後に賢女は信長に降伏した。この開戦後、大阪湾の政界権は小田方のものとなったが、依然として、淡路島伊勢の政界権は、毛利水軍が握り続けていた。ただし、橋場秀吉による小田方の調約が、来島村上市の当主、来島道房と兄、徳井通行に及んだため、天正十年。 1582年23月に、来島村上氏が離反した。これに対して、毛利氏との島、因島両村上氏が、来島村上氏を攻撃したため、最終的に、来島兄弟は、秀吉の下に逃亡した。以降、来島氏は、豊臣配家となる。一方、天正九年、1581年の鳥取城の、戦いでも城に兵糧を搬入しようとしたが、 織田軍に属していた、松井康幸率いる丹後水軍により撃退されている。鳥取城主、吉川京家と共に、道場市場の丸山城にこもっていた沖水軍の将、なさ日本之助も切腹した。天正十年、1582年6月に、本能寺の変が発生すると、橋場秀吉は、無本人、明智光秀を、山崎の戦いで撃滅し、翌十一年、 1583年の静ヶ岳の戦いで、織大江茂神の柴田勝家を打ち破り、信長の実質的な後継者として、天下人となった。毛利氏は、秀吉の天下統一に積極的に協力し、毛利水軍も、天正13年、1585年の四国征伐、天正14年、1586年の九州征伐に出動した。しかし、 反骨精神を発揮した村上武義が四国攻めに協力しなかったため、小早川高景の追悼を受けて、野島から竹原に強制移住させられた。野島村上氏は、天正十六年、1588年にも、海賊停止令に違反したと質問され、息子の村上元吉が弁明のために、大阪城まで赴いている。天正年、1590年の、 小田原征伐でも、毛利水軍は、兵員、兵糧の輸送部隊として、豊臣軍の兵舘を支えた。また、北条方の伊豆水軍拠点である、下田城攻めにも加わっている。天正20年、1592年から始まる、文禄、慶長の役では、毛利水軍は朝鮮へ都会するために主力として、出動し、久喜水軍や九島村上水軍、 四枠水軍を主力とする豊臣水軍や某津水軍を主力とする島津水軍と共に兵隊や海上輸送を担い立春神らの朝鮮水軍と海戦を行った。豊臣秀吉の死後、慶長5年1600年に関ヶ原の戦いが勃発すると、西軍に属していた毛利氏と毛利水軍は伊勢湾沿岸、紀州沿岸、阿波国、 伊予国など東軍方領地を攻めた。加藤義明の伊予正城城を攻めた戦いでは、加藤家臣、筑田中世の野衆で毛利方の村上元吉が、討ち死にするなどしている、水戸浜野衆。最終的に西軍は敗北し、毛利氏は、傍聴に各国へ憲法された。そして聖海権はすべて徳川家の直轄となり、大船建造の金により、海戦の主力であった。 あたけ戦の建造も禁止され、戦国時代のような水軍の存続は不可能になった。これによって、毛利水軍は他の水軍同様、存続が不可能となり、巣を下松を経て、道見田尻に移り、縮小化されて戦手組み、三船奉行という爆藩制度下長州藩の一、組織として存続した。また、藩に残らず、機能した者も,も多いという、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。